皆さんこんにちは。 SK48 チーム員の高畑優希です。こんにちは、こんばんはか。毎週金曜日にショールーム配信をしています、プレミアム高畑で今夜もよろしくお願いします。こんばんは。こんばんは、こんにちはの間ですかね。でもこんばんはかな、今の時間どっちでしょう。よろしくお願いします。今日はね、ちょっとお仕事の合間で配信させてもらってて、ちょっと夜が配信できない可能性があるの で、ちょっとなんかお菓子やら何やら食べながら配信したいなと思います。お疲れ様です。ありがとう、みんなもお疲れ様。大好きなパイナップルを食べる。今日のセブン、ちょっと撮るの忘れちゃったけど写真。今日のセブン、パイナップルです。スクショタイム始まって早々スクショタイム。今日のセブンです。じゃじゃん。パインナップルかパインアップルか迷いますよね、パイナップルって。とりあえずちょっと一口いただきます。今日本当にお腹ペコペコ、まだ何も食べてないんです、朝から。うん、おいしい、おいしい。フルーツの中で一番好きな食べ物はパイナップルです。うん、美味しい。ということで皆様、始まりましたプレミアム高畑で、まずはじめにSK48 28枚目シングル、選抜メンバーに選んでいただきました。ちょっとあんまり大きい声出せないんですけど、今大きい声出せないんですけど、パチ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 、選抜メンバーに選んでいただきました。ありがとうみんなありがとうございます。めでたいめでたい、パチパチハチハチハチありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。今回も、いやほっとしました、すごく、そういうとこあるよねの選抜から2年、経ちましたけども、あの連続で選抜に入れるということは本当に、ありがたいことだなと思ってるので、この次のシングルも精一杯 SK を盛り上げながら、みんなに喜んでもらえるシングルになったらいいなって思います。夏のシングルなんですかね、これって。9月1日ってもう秋、夏秋はてなってことで、まあ私の中では夏のシングルっていうことにしてるんですよ、勝手にですけど。なんで夏のシングル、初めての夏のシングルなのですごい嬉しいです。夏といえばいろんなイベントとかね、すごい期待できるんじゃないかなって、まだ分かんないけど私の中で思ってるから、いろんなところで見ていただける機会があればいいなって思います。夏の終わり、おいいね、あの頃の君を見つけた、夏の終わりにみたいな、めちゃくちゃエモい曲、まだわかんないんですけどすごいめちゃくちゃエモい曲じゃない、イメージ、私のイメージあ、今食べているのはセブンのパイナップルでございます
なんでパイナップルってこんなに美味しいんですかね。雑な振り、食べさせてって書いてあったから、どうぞ。美味しい。美味しいわ。美味しいですわ。赤くなってる。缶詰一缶食べる、多分食べれると思う。ちっちゃい時いっぱい食べてた缶詰。あと2つしかない。悲しい。ゴチ。楽しみにしていてください皆様。あの頃の君を見つけた。あの頃の君を見つけたって何か使えそうだな、これから。じゃあみんな、あの頃の君を見つけたにかけて、あの頃、あ、皆さんのあの頃だと思ってください。あの頃の私を見つけたみんながね、みんながあの頃の私を見つけてくれた瞬間はいつですか。あの頃の君を見つけたにかけて、あの時高畑のファンになったとか、あの頃の君を見て僕、私は好きになったとか、ハッシュタグあの頃の君を見つけたで、あの頃の君を、高畑を見つけた、皆さんぜひお待ちしております。あの頃の高畑号を見つけた。続いては札幌ポテトを食べたいと思います。これ久しぶりに食べるんですよね。嬉しい。今日お仕事の時に会って、嬉しかった。最初に見たのはゼロポジ。何の回のゼロポジですか。嬉しい。いつだったかな。はっきりと覚えてはないけど気がついたかな。嬉しい。でもきっかけってさ、ちゃんと覚えてる時もあれば、なんとなく気になって、なんとなく好きになったっていうのもすごいね、ありだと思うんですよね。総選挙です。 SK ビンゴのゆずきさんとの時、あれですよね、作詞作曲したやつ、作詞したやつですよね。あれは本当に思い出があります。7期のお披露目のライブ、オアシスで CD の握手会があった時、おありがとうございます。人生の無駄遣いの時かな。じゃあ、谷さんも食べてたんですか、札幌ポテト。偶然だ。推し麺の推し麺とか、推し麺の推し麺、そういうつながりで、じゃあ推し麺になってくれたり、プレハタを見て、ありがとうございます。自分もゼロポチ、2019年のゼロポチ、なんだ
忍耐力ゼロポジかな。目が乾く。嬉しい、ありがとうございます。初選抜の時のショールーム、ありがとう。何年前って言うとすぐに思い出せる旗子すごいなっていつも思ってる本当ですか。でもなんだっけってなる時もありますよ、やっぱり。ん2000なんだっけ。まあでもあの頃の君を見つけた、あの頃の高畑を見つけてくれたあなたはきっと見る目があったと思う自分で言うのもあれだけど絶対見る目があったと思う。今から見つけてくれるみんな、まだ出会ってないみんなも私と出会うといいことが多分あると思う。なんかね、自信は別にないんですよ、自信はないんですよ私が。でもあのね、なんかわかるんですよ。なんかでも絶対信じてくれないと思うみんな。でも私はみんなのことを絶対ハッピーに幸せにさせれると思うからちょっと難しいね、なんか難しい言い方は難しいけど、なんかそこには自信があるんですよ。根拠も自信もないけどそれだけは自信ある。この時間の配信珍しくないですか。そう珍しいんですよ、ちょっと夜が配信できなくて、ゼップの関係でもう明後日から北海道の初日が始まるのでちょっと夜ができないので、時間今配信しております。ですよ、ご飯の時間がまだちょっと、ご飯の時間まで我慢できなくてお菓子食べてます。生誕祭、そうそう、いつその話をしようかなと今思ってたんですよ。じゃ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 ーん、みんなもどう、ゲットした。そして生誕祭当たったかな、みんな、みんな当たったかな。生誕祭高畑のグッズも私の手元に届きました。じゃ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 ん、こんな感じで1995ちび高畑です。ちび畑子ゲット、あ、ゲットしたよ、生誕当たったよ、わ、当たったよ、やった、外れた、当選、当
選しました、おめでとう。トートバッグも使ってる、ありがとうございます。嬉しい。生誕外れたので DMM 見ます。見てね、ありがとうございます。そう、もうより多くの高畑ファンの方にやっぱ生誕祭に入ってほしかったから。そう、やっぱ生誕祭って本当に1年に1回、ね、自分が主役になれる、ね、ステージでもあるし、しかも最近は生誕祭っていうのがなかったから、2年ぶりの久しぶりの生誕祭だから、うん、やっぱファンの方にはね来てもらいたいなっていう気持ちでいっぱいだったからね。当たった方本当におめでとう。もし外れたよっていう方はね DMM で、見ててくれると嬉しいなって思いますね。来たかったよね、私も。もうできるならもう全員来てほしかった。もう劇場公演満員で、今ちょっと満員は無理だからね、コロナの関係で席がね一個一個空いてるので、そこをね、そこさえなければねみんな入れたかもしれんけど、まあそのね DMM でも応援しててください。これを着てね、これを着てよろしくお願いします。生誕行きます、よろしく。外れました、ピエン。生誕を DMM 配信で見るのは初。そうなんだ、今までね来てくれてて今回外れちゃったよって方とかね、初めて入るよっていう方もいると思うから、もうみんながね、本当はみんなに来てほしかったけどね、いろんなところで楽しんで、そして応援してもらえたらいいなって思います。しかも今回誕生日当日に生誕祭なんですよ。前回もありましたもんね、こういう運命的な奇跡的なタイミング。当日生誕ってすごいよね本当に。またそんな当日に生誕ができる日が来るなんて嬉しいです。うん、当選された方、はたごんさんを頼みます、みんな頼む。ありがとう。うん、運命、当日にねこんなお祝いしてもらえるなんてすごい嬉しい。お母ちゃんが推しなんだよね。ちょっとお母ちゃんに合わせてください。うん、気持ちは劇場に届けるよ。分かった、届けてください、受け止めます。こんにちは。北海道の美味しいものは調べましたか？あのね、なんかね、お土産はいっぱいなんか買いたいなって思います。なんか多分どこか行くっていうのは多分難しそうだから、今回なのでお土産でどこどこのお土産屋さんとか、まあ、空港とかになるけど、これのお土産は買おうとかいうのはこれから調べようかなって思います。楽しみだな北海道。うん、塩内富士川のチーズケーキを親に頼んだ。
美味しいから頼んで正解。遊びに来たよ、ありがとうございます。ジェガポックルおすすめです、絶対買う。ジェガポックル好き、大好き。てか今時計がないんですよね。ここ今何時なんだろう。5時からしたから5時30分になったら一応教えてほしいですみんなにお願いする。5時半になったらちょっと一回教えてほしいです。うん、21分ありがとう。ラスト1本。ごちそうさまでした。何、妹子と小豚らおすすめ。そんなお土産ですか。黒にんにくカレーも美味しかったです。美味しいよね、黒にんにくカレー。パワーがみなぎるやつ。喉が鳴った。お菓子食べたけどお腹空いたんだよな。もう札幌に着きました。早いですね。まあでも明後日だからね、金曜日仕事がもしね終わった方はもう行って、土日と満喫して帰ったりもねできるから。お、うまい。そう、札幌ポテト食べて札幌気分を味わってます。一足先に。ニンニクは苦手だけど黒ニンニクカレー美味しかったね。なんかそのニンニクっていうそんなねバンってニンニクって感じじゃないから食べやすかったと思う。私はニンニク大好きだから黒ニンニクカレーも好きだし、ニンニクも黒ニンニクも好きだし、ニンニクが大好き。移動は消した時に見えるものが変わるんだ。こんにちは、皆さんお仕事お疲れ様でした。今週もさあ、あと3日あと2日後あさってですね、北海道のゼップツアー初日が始まります。そこから、SK2 が、各場所でツアーを行い、最後8月23、え、ちょっと待って、日にちちょっと分かんないんですけど、まだ先で8月にチーム E が名古屋で締めます。締めの名古屋でライブさせてもらうんで、と始まります、夏のツアー。踊れるか心配ですけども、てか久しぶりのね、がっつりコンサートだから、みんなもね、この前のリハーサルも言ってたけど、すごい体力が心配っていう。しかも2回公演だし、そうそうそう、どうなるだろうって感じですけども、まあ SKE らしく汗たらたらで公演していきたいと思います。8月21、あーそうだ、8月21が名古屋で最後ですね。どんな髪型しようかな。でもね、あの迷ってるんですよね、髪型で。目立つ髪型ねしたいなと思うけど、あの曲だったりするんですよね。あの曲したりするから、でも目立つ髪型したらな、ちょっと雰囲気と違うなと思ったりもして、かといって髪型を変えれる時間がないんですよね、その曲と曲の間 MC 中とか。だからすごい迷ってるんですよね、あの曲するしなみたいな。あの曲
力するからこの髪型は違うな、でもこの髪型したいなっていう、今すごいねいろんな迷いと考えがあります。久しぶり、お久しぶりぶり。あ、七夕だ、かわいい。皆さんは七夕に何かお願い事をしましたか？私はなんか、まあ大人になると七夕とかクリスマスとかなんかそういう、まあ行事というかそういうのって、そういうのから離れていくっていうイメージだったけど、うん、なんか私はね昔から変わらずクリスマスも七夕とか、まあ、バレンタインもそうだし、何がある、正月とかかな、なんかそういう行事、日本の行事っていうんですかねはなんか大切にしたい派でまあよく聞く、よく私のファンの人はよくね聞いてると思うけど、そう七夕とかもね、空見ました、ちゃんとちゃんと空見ました。だからなんとか流星群が流れる日とか、あの事前にチェックして空とか見てる、見るようにはしてるんですけど、まあそういうなんかね、まあ見れたらラッキーだなとか、まあこうしとくと縁起いいだろうっていうやつはやってるので、だから七夕も今年もまあ天気悪かったけど一応空を見た。昨日天の川は流れてなかった。今年も毎年流れてないんですよねこの季節。だからちゃんと晴れる日ってねないんですよ七夕の日。そういうのチェックしてる女の子は本当可愛い。いやーありがとう。私はチェックする派です。私はチェックする派かな。だからバレンタインももしバレンタインの日にお仕事があったら、作っていくし、そうですね、クリスマスの日お仕事あったとしてもメリークリスマスって言うし、まあ当たり前か言うし、何があったかな他、まあそんな感じですかね。あんまり何の行事があるかちょっと把握できてないんですけど、まあ、なんとかの日とかツイッター見てトレンド入りとかしてたら、あ、なんとかの日なんだみたいな感じで一回確認しますね。こんにちは、こんにちは。こんにちは。クリスマス、バレンタイン、誕生日、バレンタイン、それはワン、ツー、スリー、フォーよろしくやな。何でしたっけ、オーナー旅みたいに入れなくなるよみたいなセリフありますよね。あ、ありがとう、時間を教えてくれて。あと10分ぐらいしようかな。40分だったら配信終了したいと思います。40分、あと10分、あと10分。あと10分、了解。お腹すいた、早く夜ご飯食べたいです。6時から歯医者行ってきます。いいな、私も歯医者行きたい。
伸びろ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 。今日はですね、夏らしいあの撮影をしてきたので、髪の毛をね、暗くしてしました。まあ夏といえばあれですよね、あれを着て、あれを着てこうやったりこうやったりこうやったり撮影しましたね。何食べるのかな、何食べようかな、何だろう、夜ご飯なんだろうな。今お仕事の休憩中というか、合間の次の仕事までの休憩なので、次のお仕事でどんなお弁当が出るかが楽しみです。楽しみにしててね、みんな。今眼科に行ってます。どうした、目どうした。今日はジョンラジですよ皆さん。まだちょうど7時から聞けないんですよね、ジョンラジ。聞けるかな、ギリギリ聞けるかわかんないけど、今日のジョンラジも絶対聞いてくださいね。みんなジョンラジ聞いてくれるの本当に嬉しいから、ぜひ聞いてください。なんかやっぱね、ラジコで聞いてくれる人が多いみたい、聞いた話によると。だから本当に全国いろんなところから聞いてくれる人がいるっていう。ありがとうございます。なんか香川の人だと、もうお母さんも言ってたけど、ジョンラジ、そのチャンネルを別に聞こうとはしてないんだけど、流れてくることが多いらしい、やっぱり店内とかいろんなお店で。でそこで、SKE の2人が番組してるんだ、初めて知ったっていうので興味持って聞いてくれる人ってやっぱ多いらしい、お母さん情報で。よく流れてるよっていろんなところでって聞く。多分それを流そうとはしてないんだけど、その時間帯ってちょうど流れるし、つながってるから、お店、いろんなお店ね、有線みたいな感じですよ。だからすごい聞いてくれる人がね、ちょっとでも耳に入ってねくれる人がいるっていうのは嬉しいですね。こんにちは、ラジコで聞いてるよ、ありがとう。 FM 香川さん、あちこちで流そう、流れてそうね。まあ実際は分かんないけど、聞く、なんか耳に入るっていう方多いらしい。声が安定してきていい感じです、ありがとう。なんかまだ全然でも慣れないけど、すごい、でも最初と比べると落ち着いてできるようにはなってきたかなって思います。やっぱなんか台本通りにしなきゃっていうのに必死で、やっぱ最初はちゃんと言わなきゃいけない、伝えなきゃいけないっていうのでいっぱいで、どちらかというとそういう仕切るというよりかは、なんかそうちゃちゃを入れたり、なんか台本あるけどないみたいな感じの役割が多かったから、今まで。だけど今回は台本に沿って伝えることは伝えるっていうのをやるようになったから、すごい最初は言わなきゃ言わなきゃ言わなきゃみたいな感じだったけど、でも最近はなんか楽しく、ワイワイとできてるんじゃないかなって思います。YouTube も全部見てます、ありがとう。そう、台本よりでもアドリブの方が好きかもしれないっていうところはあるけど、なんかそのあれですね、ちゃんとした言葉で伝えなきゃいけない時はやっぱ難しいですね、まだ。これはああいうので、ああいう役割があってこんなにすごいんですよっていう、そういうアドリブは言えるかもしれないけど、これはこういう思いで作られてて
燃料はこれでとか、まあいろいろプラスその知識を頭に入れるっていうのはまだちょっとできてなくて、やっぱ台本をしっかり見ないといけないので、そこはなんかまだ全然下手っぴ下手くそだけど、これからもっと伝えるのが上手くなれればなと思います。確かに多分その模様は YouTube で私が必死になって台本読んでる様子が YouTube にアップされてるので、あのジョナランチャンネル見てください。瀬戸内から来ました、こんにちは、ありがとうございます、頑張ってね、ありがとう。そろそろかな、時間的にはちょっと今ね時計ないから分かんないけど、なんとなくでそろそろかな、40分。もういい時間帯ですね、ありがとうございます。今日が9日、やばい、あと9日で26歳になる26歳になる高畑も、まあ、25歳を今から本気で楽しみ26歳を迎えたいと思います。とりあえずゼップよろしく、ゼップが終わると関ヶ原よろしく、あ、嘘、ゼップが終わると生誕祭よろしく、生誕祭が終わると関ヶ原よろしく、よろしくよろしく。北海道気をつけて行ってきてね、ありがとう、気をつけて行ってきます。というわけで、今日はちょっと早かったんですけども、プレミアム高畑でありがとうございました、マイクみたいになってる、プレミアム高畑でありがとうございました。皆さん今週も本当にお疲れ様です。また来週お会いしましょう。この後ジョンラジ聞いてくださいね。今回もあるもの登場すると思うので、また、そういうなんかね美味しいものとかはまたこのプレハタで次回、お伝えお知らせできればなと思うので、今日はちょっとねあのお家にいなくてね、いろいろ手元にないけど、また次、ジョンラジを見た後にね紹介できるといいなと思うので、よろしくお願いします。今日の放送は何だったっけな、私勘違いしたらちょっとあれだけど、結構ね神秘的だった、いや今日かな、今日の回かな、ちょっとあんま変なこと言えないからもう言わないでおくわ。とにかく19時からのジョンラジ聞いてください、よろしくお願いします。というわけで以上プレミアム高畑デーでした。あ、スクショタイムしとこうか、さっき一応したけど、あ、これいらないな。ヘイ、みんなゲットしてね、ゲットしてね、ゲットしたかあ、もうみんな届いてるのか、怖っ、高畑の目、以上プレミアム高畑デーでした。また来週。バイバイ。ありがとうございました。お疲れ様です。またゼップで。